株式会社三友コンサルタンツは2022年6月で創業60年を迎えました。当社は愛知用水事業に従事した技術者が中心になって設立された技術を売りにするコンサルティング企業です。社員数は国内と海外を合わせて272名であり、このうち海外事業本部には63名が在籍しています。国内海外で事業を展開しており、主要な分野は農業農村開発や水資源開発における調査、計画、設計、実施、施工管理など農業土木を中心とした業務のほか、近年ではフードバリューチェーン強化、栄養改善、スマート農業などに関わるコンサルティング業務も手掛けています。本社は名古屋にあり、その他国内各地に支店支社があります。海外事業本部の拠点は東京で、名古屋本社にも一つの部署があります。海外事務所はミャンマーのヤンゴンとエジプトのカイロの2カ所にあり、その他複数の国にはプロジェクト事務所が設けられています。政府が行う開発援助のうち、当社が得意としているのは農業、農村開発、水資源開発などの分野です。海外業務での主要な受注先は JICA が最も多く、続いて世界銀行、アジア開発銀行や相手国の政府等が加わります。協力形態としては技術協力、無償、有償資金協力、またそれらの実施に必要な準備調査など様々な形態での業務を行っています。こちらに示している図は当社が対象とする専門領域の一例です。水資源管理、灌漑開発といったエンジニアリング分野に加え、組織強化、アグリビジネス支援といったいわゆるソフト分野に関連する業務も豊富で、バランスの取れた組織、人員構成になっております。近年では環境社会配慮、ジェンダー、栄養改善、フードバリューチェーン、農業金融、気候変動対策といった部門での取り組みも増えており、世界中で様々な課題に取り組んでおります。当社が創立以来に実施した案件の数を国ごとに整理しました。色が濃い国ほど案件数が多いことを示しています。フィリピン、タイ、ミャンマー、ベトナムといった東南アジアでの案件数が多い特徴がありますが、イランやエジプトなどの中近東やケニア、ザンビア、マダガスカルなどアフリカ各国のほか、近年ではキューバやグアテマラなど中南米の案件にも積極的に取り組んでいます。開発コンサルタントが活躍する場面としてどのようなものがあるでしょうか。まず挙げられるのは国や地域の開発計画策定など国づくりへの協力です。次に挙げられるのは農家や政府職員への研修などを通じた人づくりへの協力です。そして最後にインフラ整備の計画、設計、施工管理などものづくりへの協力も重要な仕事の一つです。こうした業務を担うためには高度な専門知識と経験が欠かせません。最後に当社の強みについてお話ししたいと思います。当社はコンサルタント業界において農業土木部門でのリーディングカンパニーとして大きなシェアを有していることが一つの強みです。そして特に強調してあげたいことは、社員がコンサルタントとして成長しやすい環境を整備していることです。コンサルティング業務を行うためには社員の一人一人が貴重な資本といえます。当社は社員の技術力向上のために成長しやすい環境を作ることに取り組んでいます。先ほどご覧いただいたように、様々な国や分野にてプロジェクトや調査を実施していることから、大学で学んだ知識や経験をベースとして、そこからさらに業務を通じて成長できる機会を豊富に用意しています。若手のうちから様々な業務にチームメンバーとして参加することができますので、毎回新たな課題に取り組むことができること、そしてそれを支える多様なロールモデルが存在していることも成長を後押ししてくれます。さらに個々人が入社後にもしっかりとキャリア形成を進めていけるよう、技術士や語学認定など資格を取得するための支援にも積極的に取り組んでいます。私たちは助けの心、助けの喜びという企業理念のもと、日本と世界各国の農業、農村開発に貢献しています。